はい、拍手お願いします。私の希望ね、私の希望、めっちゃ上手だとか、そういうことは抜きにしてです。淡々とでもいいから、皆さんにどこでもどんな状況でも誰相手にでもコーチングができるようになってもらいたいと。すっげえ自信満々にやらなくてもいいです。でも粛々とちゃんとコーチとして、だから別にそんな気度はなくとかね、それは人のキャラクターもあるから少しは示せた方がいいけど別にいいです。ただじゃあちょっとここでこういう椅子並べてもらえますかって淡々と言えへん、ちょっと座って感じてくださいって本当に相手に言える。どんな状態でもね、やっぱり私は言えるんです。なんでかというとこれ信じてるから。面白いのがあってね、ある地方に講演会で呼ばれて、で、講演会のね、会場で、ね、話終わって、でそれから懇親会行きましょうってすごい少人数で主催者の関連者みたいな人で懇親会があってそこ行ったんですね。でそしたら講演会は来てないけどって主催者の人から紹介されたっていうね、地元の名士みたいなおじさんが来たんですね。で、結構地元のある業界での有名人の人で、でその人が、いや今日本当は行きたかったんですけどすいませんって隣に座ったんです。で一緒に飲み始めたのね。そしたらちょっと聞いていいですかっていうわけ、その人が。で何ですかって言ったらね、いやちょっと相談コーチなんですよねって、相談してもいいですかって言われたの。あいいですよ、何ですかって言ったらね、そのね、地元でね、その業界がね、その人が所属してる、その人がその県の、トップとかそういう人なんですけど、その人がその所属してる業界が今大変なことになってると。で、それもね、何かって言ったらね、要は、実質そのトップと、1番手、2番手みたいな人、2人いるわけなんですよね。で、自分ともう1人と。で、その人はもう30年ぐらいだか何だかの付き合いなんだけど、でも、この二人がもう実は、あることがきっかけでこの十数年とか20年ぐらい仲が悪いと。で猛烈な派閥争いになって潰し合いになって、で今大変なことになってると。で多くの人に迷惑かけてると。で自分は改善しようと思っていろいろやってきたけどうまくいかないし、でどうしても倫理的に許せないことが相手に一個あると。だから自分はそこは妥協できないと。で実は今自分よりも相手側の方が優位に立ってて、で自分のところにくっついて頑張ろうとしてる若手をバンバン潰しにかかってると。で自分の正しさを証明したいとかじゃなくて、もうこれ以上自分たちのこの2人のいさかいでですよ、この県のこの業界がおかしくなっていくのに耐えられないんだと。助けてもらえないかって言われたんです。どうします、皆さんが突然そう言われたらって。ねえ岩ちゃん、飛行機の中でこの中にお客様の中にお医者さんいらっしゃいませんかって言われたらね、入っててこう行くしかないんですよね。でその場にはコーチは私しかいなかったから、だからそういうことですか、いいですよって、ただねいいですかって、先生と呼ばれるんですが、先生いいですかって、この周りにいる方ね、多分先生のこと知ってらっしゃいますねって、その業界のことご存知の方もいると思いますよって、でそういう場所で先生お話になりますか本当にって言ったんです。相談乗ってもらいたいと。分かりましたって。じゃあみんなせっかくね懇親会の場でみんな集まってくるから、みんなに許可取りますね、みんなが OK だって言ったら今から本気でやりますからって言ったんです。ですいませんと、何々さんがねこういうことで真剣に相談したいと言ってると。で皆さんね講演会来てねコーチングのこと分かったと思うけど、今からここでねコーチングしようと思うと。でただいろんなね関係者もいると思うから絶対に守秘義務を守ってもらいたいと。でそういうことに時間を使うことを許してくれるかって聞いたんです。でそれだったらぜひやってあげてくださいってことになったんですよ。すんごい生々しい問題を、そのもうまたいつものちょっと飲んじゃってたんだけど、でそこから公開コーチングがスタートするわけで、もう何十年分こじれてるんですよ。でどうするかって言ったら、飲み屋だから別に椅子もないよ、掘りごたつみたいなとこだったから。でもじゃあちょっとねここにねって、で何人さんがじゃあその相手の何々さんがいるとしたらどこに座ってると思いますかとかって言って、で感情出させて気持ちに気がつかせてポジションチェンジさせて、で出てこないとか言うからまた別のところに行かせたりとかって必死にやるんですよ。なんでかって言ったら私はこれを信じてるからです。
で、このね、あの6ヶ月を通じてです、まあ、このクラスはね、あの卒業後半年後とか1年後とかまた会いますけども、あのでもね、あの6ヶ月のゴールはの一つはね、皆さんがあのどこでね、どんなケースであのコーチングをお願いしますと言われても、あの腰が引けないっていうことです。でやってって言われた時に、あ、じゃあやりましょうと。でしかも何かやっぱりね、信頼関係作ってスッキリもしてもらえるし、でなんかやっぱりもう少し時間があれば大切なことに気がついてもらったり、何かこういうことだったんだって気がついてもらえるし、でその上でやっぱり現実を変えていくその一歩というのがこう打てるように、段階的にでもいいからやっぱ関わっていくと。で、あ、ちゃんと自分はこれできてるな、だしね、で相手にも確かにこれ素晴らしいですねってこう言ってもらえるようなところにちゃんと立ってるということに向かって、で例えばですよね、え、いやうちの会社でさって、今度こういうのやりたいと思ってんだ、コーチとしてやってくんないかって言われた時にやりましょうと、うちの業界でやりましょうと、うちの学校でやりましょうと、うちの病院でやりましょうとね、え、いやちょっとマンションのね管理組合が紛糾しててやりましょうと、ね、PTA がでやりましょうとね、あのそういう、あ、なんかそうかって、俺がやるんだなって、よしやろうって、私がやるんだ、やりますってこう言えるようになってもらいたいの。だってあのそういう人が必要だから、世の中にはね、あので、華麗じゃなくていいから、華々しくなくていいから、別に行きつ戻りつでもいいから、淡々とでいいから、でもやっぱりきっちりコーチとしてやるべきことをやるということを、あの自分のものにしてもらいたいんです。で、あのだからベーシックなところも大切にこれからね、今日もまた伝えていきます。でいろいろ応用のことも言うけど、あの全部やる必要ないから、でも、あ、ちゃんとお願いされたら自分はできるんだと、あのいうところにあのたどり着いてほしくて、それをみんなで協力してやりたいと、まあ、いうことで、あの今日もまたね、あの皆さんの代表が、これから2人出てきますから、で、あの代表が、滑ったり転んだり、あの華麗に走り抜けたりあのするのを見ながら、自分たちのこのね、18日終わった時の状態というのをこうイメージしながら、そこに向かってまた努力していくをやりましょう。